1973年の近鉄バファローズでは、1973年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、岩本隆監督の3年目のシーズンである。長く低迷を続けたチームが1969年から4年連続の A クラスとなったのを受け、親会社の近畿日本鉄道は老朽化していた藤井寺球場を改修して、 ナイター設備を設置することになったが、沿線住民の反発で鉄塔の建設後すぐに工事は中断され、日本生命球場がしばらくメイン本拠地として使用されることになった。さしたる大型補強はなかったが2位になったこともあり、チームは優勝候補に挙げられた。しかし、前期開幕後から主力選手に故障者が続出する